到着ね。あら、レイちゃんも一緒なの？はい、さっきまでキリトたちとダンジョンにいたのです。さっきまで？あんたゲームしすぎじゃない？それに昨日の朝もキリトさんたちとダンジョンに行ってなかったっけ？少しは寝てるの？ご飯は？大丈夫大丈夫、人間1日2日寝なくったって死にゃしないって。そうそう、要は気合だって。私も若い頃は相当無茶したもんよ。この2人は気にしないでいいから、辛くなったらいつでも抜けていいからね。うんうん、徹夜はお肌に毒だぜ。そんなんじゃ私みたいなピチピチ美少女になれねえぞ。深さんはどっち側なんですか？それこそ気にしたら負けだよ。基本的に深は適当なことしか言わないんだから。うん、ピトさん、最近親友が冷たいんだけど、どうしたらいいかな？あら、奇遇ね。私も最近全身ピンクの女の子から距離を置かれててね。前はキスまで OK だったのに。そんなの OK したことは一度もないですから。まあそんな話はどうでもいいとして。はーい、今日こそ見つかるといいね、セブン。ええ、絶対見つけ出してみせるわ。よし、それじゃあひとまず昨日のところまで行きましょうか。合点だよ、ピトさん。狙いは定めました。グレネード行くよ。いい感じ。
紅茶買いました。だね。発動。よし。わかりました。お、敵ミッケ。さすが。深次郎、恐縮です。よし。いけいけ！了解です！クレネード行くよ！キャッチで！ゆっ！ゆっ！クリティカルです！大活躍だね！素晴らしい結果です！やるじゃん！ふかん！敵さんのお出ましだ！ふっふっはっ！マスター！トレジャーボックスです！了解！手応えありです！いけいけ！少女にやられた。オッケー。レアアイテムじゃん。いいな。どうしたもんだか。私も昨日そう思ったよ。めんどくさいエリアだよね。まったくどこの誰が考えたんだか。私たちはレアアイテムって目的があるからいいけど、セブンちゃんたちは本当にここでよかったの？ええ、なんとなくだけど、根拠はないけど、それでもあの人はここにいる気がするの。だから私はあなたたちについていくわ。よろしくね。そういえばセブンは何かの調査のためにジジオに来たんだっけ。一体何を探してるのか、お姉さんたちにこっそり教えてもいいんだぜ。実はね、ユナを探しているの。ユナってあの AR アイドルのユナのこと？今ジジオにいるの？イメージから遠すぎるような。コラボでもしてたっけ？いいえ、コラボなんかしてないわ。でもユナは GGO に来てるはずなの。私ログを見つけたんだから。うん、来てるよ。ログ？それってどういう。え、今の声って。こんにちは、ユナだよ。ユナちゃんだー。本物？本当に本当にユナちゃん？みんな頑張ってる。あー、本当にユナちゃんだー。なんかちょっと話がずれてるような気がするんだけど。っていうかセブンが探してたのってユナだったのか。これはあれだな、アイドルはアイドルと惹かれ合うってやつだな。セブン、よかったね。ねえ、ありがとうお姉ちゃん。みんなもありがとう。応援ありがとう。やっぱりいまいち話が噛み合ってない。それは仕方ないわ。とってもよくできてはいるけど、ユナちゃんの AI は多分。AI が何？まあまあ、細かい話はいいじゃない。それよりほら、クエストを攻略しようよ、ね。ええ、しましょうしましょう。って言ってるけど、どうする？ピトさん、いいんじゃないの？セブンちゃんも嬉しそうだし。わかった、では進もう。でもさ、そもそも攻略なんてできるの？このエリア、絶対挑戦ミスってるでしょ。そうね、 GGO で重要な臨床性、視覚、聴覚、その全てに制限をかけるなんて、普通こんなのプレイヤースキルのゲーム自体の否定に他ならないもの。だから制限を解除する仕掛けが間違いなく存在するはずよ。フィールド内に変わったものやおかしなものがないか探しながら進みましょう。
変わったものやおかしなもの。全身ピンクのチビ女ならすぐ近くにいるけど。えへへ、やだナーフカー、チビだなんて褒めても何も出ないんだからね。え、気にしない気にしない、気にしたら負けだぜ。ひとまずセブンちゃんの言う通り周囲を警戒しながら進みましょうか。ガテン、はーい、させない。なんでしょう。よし、イエーイ。相変わらず何にも見えねえ。ここまでずっと手がかりなしか、きついな。お前も気づいたか。どうやら位置によって吹雪の強さが変わるみたいだ。ふふん、セオリー的には吹雪の一番強いところにお宝があるって感じかしら。そこに吹雪を止めるための何かもあるはずよ。行ってみましょう。名前のアリアがあるわね。関係あるかどうかは知らないけど、施設の周囲の吹雪が周りと比べて明らかに強くなっている。あの建物がこの吹雪を発生させているのかもな。人工降雪施設みたいなものってこと。じゃああの施設を止めれば。問題はどうやって止めるかね。あの規模の建物をぶち壊すには私の右手と左手でも火力が足んないかな。ああの建物の前にあるオブジェクト、あれを使うことはできないかな。初めて見るオブジェクトだな。使い方が分かればいいんだが。そうね、しばらくはあの施設の攻略方法とオブジェクトの使い方を調べましょうか。案外みんなで突っ込めばなんとかなったりするかもだけど。マスター、キリトから通信です。忙しいところすまない。君の力がいるんだ。こっちに戻ってきてくれないか。キリト、なんだか焦ってるみたいです。どうしたんでしょうか。こっちのことは気にしないで、私たちで何とかしておくから。あんまり無茶しちゃダメよ。睡眠と食事はちゃんと取りなさいよ。それじゃあマスター、行きましょう。
ードするわ。ラスト